EEV-1 の室内 GMEV-1 は1990年代にゼネラルモーターズによって量産された最初の電気自動車である EEV-1 はカリフォルニア州とアリゾナ州のみで一定期間リースされた EEV-1 の前身であるインパクトは1990年6月にロサンゼルスモーターショーに出品された ゼロエミッションの乗り物として登場した同社はカリフォルニア州での大気汚染を減らすために製造された。ゼブは米国自動車生産者協会各社やトヨタや日産自動車、ホンダからも出品された。ゼブポーは当初1998年に主要自動車、会社7社に対してカリフォルニア州で販売される自動車の2%、2003年には10%を ゼブとすることを義務付けるものだった。GM は EV-1 を販売せず、リース方式で供給することに限定した。鉛蓄電池を搭載した1997年型 EV-1 は650台生産された。しかし1999年に、この650台の EV-1 の充電電線から出荷する恐れがあるため、GM は自主的に電線を交換することを決断して、 リースから戻した。同年にバッテリーをニッケル水素蓄電池に変更した EV-1 が生産された。2003年末、GM は公式に EV-1 の計画を中止した。GM の内部研究の結果、電気自動車は寒冷地では1充電あたりの走行距離が50%下がることが判明した。また、ゼブポーの方も徐々に骨抜きにされ、 わざわざ高コストの電気自動車を開発、販売するメリットは徐々に薄れていった。その動きは他の州にも広がりつつあった。ウォールストリートジャーナルでは EV-1 は失敗したと評された。技術的に未熟だったとも評された。映画、フーキルドザ・エレクトリック・カーでは EV-1 を進歩的な傑作として捉え EV-1 計画をキャンセルして、 そのほとんどをスクラップにした GM を強く批判している。しかしながら、2017年9月現在、電気自動車の燃費指標である、ンプジアでは未だに200オンプジアであり、テスラモデル S の98オンプジアに比べると倍以上の効率を誇っていた。参考までに、日産、リーフは128オンプジアである。そのため、最初の量産電気自動車が、 未だに圧倒的な最高効率を誇っているという不思議な現状がある。660台が生産された鉛蓄電池を使用していた。色は能力、赤、銀の各色が用意されていた。デリファイコーポレーションの 53R312V の鉛蓄電池を搭載していた。当初は 60R312V のパナソニックの鉛蓄電池を使用していたが後に 77R。 343V のオバニックス社のニッケル水素蓄電池を搭載した圧縮天然ガスを使用した派生計もあった。スズキの排気量1リットルの3気筒エンジンを改造していた。エンジンは毎分5500回転で75馬力だった。天然ガスの充填には4分かかった。停止状態から時速60マイルまで11秒だった。 リースの費用は33,995から43,995ドルと見積もられた。1ヶ月あたり299から574ドル以上である。公式発表によると EV11 台あたりの費用は、研究開発費ほか込みで8万ドルだった。以下は、英語版記事の外部リンク。ありがとうございます。